こんにちは。家で過ごす時間が多いですね。こんな時は俳句作りのチャンスです。誰でも簡単に楽しめる俳句作りを紹介します。誕生日で一句。お誕生日は何月ですか？10月です。10月に咲くお花といえば何でしょう？10月に咲くお花はコスモスです。ではそのお花を使って俳句にしましょう。コスモスがパッと咲いたら誕生日。コスモスがパッと咲いたら誕生日。こんな風に誕生日のお花を使って誕生日俳句の完成です。お誕生日は何月ですか？8月です。8月のお花といったら何でしょう？8月のお花といったら朝顔です。では朝顔を使って俳句にしましょう。朝顔がパッと咲いたら誕生日。朝顔がパッと咲いたら誕生日。またまた誕生日俳句の完成です。今作った俳句はこんな風にも変えることができますよ。誕生日、朝顔の花パッと咲く。誕生日、朝顔の花パッと咲く。言葉を入れ替えるだけで新しい俳句の完成です。あなたのお誕生日は何月ですか？どんなお花が咲きますか？あなたのお誕生日にはこんなお花が咲きます。皆さん、誕生日に咲くお花を使って俳句を作ってみましょう。俳句は完成しましたか？完成したら声に出して2回読んでみましょう。家族みんなで誕生日俳句を交流するのも楽しいですよ。大垣市では16万市民投句を募集しています。インターネットからも投句できます。大垣市のホームページを参考にどんどん投句してください。